はい、皆さんこんにちは。グローカルの松田です。ここグローカルチャンネルでは国際協力で活躍されている方の生の声を発信していくようなチャンネルになっておりますので、ぜひ動画を見ていいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。はい、じゃあ早速よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、今日はですね、国際協力で ODA 評価を行っている仕事をされているゆいさんにお越しいただきました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。最初からなんですけれども、ざっくり自己紹介いただいてもよろしいですか。ゆいと申します。大学の時は農業の勉強をしていて、国際協力とは関係のない勉強をしていたんですけれども、そこから興味を持って今 ODA 評価の仕事をしています。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。具体的なお仕事の内容っていうところは後ほどご説明いただこうかなと思ってますんで、はい、ちょっと早速国際協力に関心を持ったきっかけからお伺いできればなと思ってるんですけど、はい、そもそもゆいさんが国際協力に興味を持ったきっかけって何だったんですか。昔から漠然とした憧れはあったんですけども、うんうん、それのきっかけとしては、高校生の時に生物の先生が好きで、はい、その先生が、君たちが今勉強していることは将来世の中の人の役に立つことになるから頑張れみたいなお話をしていただいて、それで自分が今勉強していることはそういう意味があるんだっていうふうに思って、うんうん、でそうですね、自分もそういうような仕事に就きたいと思ったのがきっかけです。はい、なるほど、はい、じゃあ実際国際協力に入るきっかけになったのが、まあ、そもそも人に役立つようなお仕事がしたいっていうところが高校生の先生からの言葉で刺さって、はいはい、多分アクションされたと思うんですけど、うん、国際協力って具体的にはどんなイメージを最初持たれてました？昔は本当に日本から出たこともなくて、うん、何も知らなかったので、うん、貧しくて、うん、食べるものがなくてっていうことだったので、うんうん、その時のイメージはその人に役に立つものっていうのが、はいはいはい、怪我を解決したいとか、うん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 、そういうところにつながってました。なるほど、はい、じゃあ貧困を解決するとか、うん、貧しい人を助けたいとか、うん、そういう思いが最初の当初あった感じですかね。そうですね、はい、でそれがきっかけで国際協力に興味を持ったって感じなんですね。はい、実際じゃあ大学生活の時って、うん、主にその国際協力に関わるようなことって何されてらっしゃったんですか。一つはスタディツアーでザンビアに行きまして、うん、そこが初めてのアフリカだったんですけど、うんうん、それはただ2週間ぐらいのスタディツアーだったのが一つと、あとはサークルで、はい、海外に家を建てに行くっていう、うん、サークルに入ってまして、はいはい、それでインドネシアに家を建てに行ったのが一つですかね。あ、そうなんですね。はい、大学何年生の時にスタディツアーは行かれてたんですか。うん、スタディツアーは大学1年生の時に、うん、あ、1年生で行けるんですね、スタディツアー。早い、はい、そうなんだ、はい、大学1年生の時にスタディツアーでザンビアに行かれるんですよね。はい、スタディツアーの目的って何だったかって覚えてます。海外で活躍する日本人に会いに行こうっていうような、うんうんうん、コンセプトだったと思います。そうなんですね。はい、ちなみにザンビアでどれぐらいの人とお会いされました。うん、10人ぐらいです。2週間で10人もあった。じゃあ実際そこでいろんな話を聞いたと思うんですけど、うんうん、どんな方がいらっしゃったんですか、ザンビアには。まあ、ザンビアっていうこともあって国際協力の分野で活躍されている方が多かったんですけども、はい、国連機関であったりとか、うんうんうん、あとは日系の企業で駐在されている方とか、うんうん、あとジャイカの職員の方とか、はい、協力隊の方にも、うんうん、はい、お会いしました。そうなんですね。はい、じゃあ今まで人に会った中で一番面白いなと思った方っていらっしゃいました、そのザンビアにいらっしゃった中で。あ、でもそのザンビアで一番印象に残ってるのは教育隊の方です、ね。そうなんですね。はい、具体的にお聞きしてもいいですか。その教育隊のお姉さんは結構もうお若い方で親しみを持ってお話できたのが一つすごい印象に残ってるんだと思うんですけど、ザンビアの確か農村部の保健所で働かれていたお姉さんで、ちょうど大学の先輩でもあったと思うんですけど、そうなんですね、すごくキラキラ活躍されていて、はいはい、その方はもともと看護師の方だったんですけど、うんうんうん、その方の力で本当にいろんな人の役に立っていて、うん、私もこういう風になりたいなと思った記憶があります。なるほど。じゃあそのザンビアで2週間いて、はい、まあ、自分の中で初めてのアフリカだったと思うんですけど、うんうんうん、そのアフリカで生活してみて自分にとってはすごく良かったっていうことだったんですかね。そうですね、もう本当にすごい素敵な国で、うん、生活面でもご飯も美味しいし、はい、人も優しいし、治安もすごく平和だしっていう、うんうん、あの景色もすごく綺麗だし、うんうんうん、はい、すごくここに戻ってきたいなっていう思いがありますね。あ、そうだったんですね。はい、じゃあそこでザンビアが好きになったってことですね。はい、でちょっと話変わって、うん、もう一点、団体に所属してインドネシアに行かれてたみたいな話あった、うん、 はい、ありましたよね。うん、そこのお話もちょっと簡単にお聞きしたいなと思っていて、はい、どういう団体だったんですか、そこは。私が入っていたサークルは、うんうん、あのちっちゃいサークルだったんですけど、うん、その元団体は、うん、ハビタットフォーヒューマニティという、うんうん、確かアメ
リカのなんか名前だけ聞いておりますね。そうですよね。すごく大きな団体 で、うんうんうん、でそこの仕組みとして学生が手を挙げて、うん、その大学に団体を作ればそれが公認サークルとして認められるみたいな、はい、そういうことか、はい、仕組みがあって、うん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 、そうですね、そういう団体でした、うんうん、なるほど。じゃあそこにもともと大学がどちらでしたっけ。大学は北海道です。北海道大学、はい、じゃあ北海道大学の中には、うん、その支部がなかったというところだったんですよね、はいはい、だからそこで支部を作ろうとして。そうですね、あの友人が、うん、はいはいはいそういうことですね、はい、でそこに一緒に参画して、はい、家を建てに行ったってことですか。そうです、そうです面白いですね。ちなみに家建てるってどれぐらいの期間で建つとかあったんですかね、うん、私は2週間ぐらいしかインドネシアには滞在しなかったんですけど、うんうんうん、もうその間にも基礎から完成度が見えるところまでは進んだので、はいはい、あ、そうなんだ。そうですね、1ヶ月ぐらいでできるものなのかな。早すぎない、ちょっと家建つのか。なるほどちょっと違うかもしれないですねでもそれぐらいのスケジュールで建てられるんですね、家って。そうですね、ちょっとなんかイメージわかんないけど実際じゃ あの家建てるときは2週間いらっしゃったと思うんですけど、うん、何されてらっしゃったんですか。本当にレンガ作り。そうです、そうです。セメントこねたり、レンガ作って、うん、レンガ運んでみんなでこうバケツリレーしながら作ってましたなるほど。自分以外にも一緒に行かれる方がいらっしゃるんですか。そうです、あのグループを組んで行くんですけど、うんうんうん、その時は多分15人ぐらいで行った記憶があります。なるほど。ざっくりでいいんですけど、それ2週間インドネシア滞在するじゃないですか、うん、そこでの生活費用も含めて総額どれぐらいでした。覚えてらっしゃいます。航空券とかも含めて。含めて30万とか。30万か。なるほど。じゃあ1人30万出せば2週間で家を建てるのを手伝えるっていう感じなんですね、うん、そうですね。ただ私たちは結構安全面を重視して安全性の高いホテルとかを選んだので、うんうん、高めだと思います。30万もうちょっと安くで、はい、いけると思います。そっか、ホテルとかを選ばなければ、うんうん、特にそういったところは調整できるって感じなんですね、はいはい、なるほど、ありがとうございます。先ほどのスタディーツアーっていうところと、うん、ハビタットフォーヒューマニティの支部として家を建てるっていうところで国際協力、海外との関わりっていうのはあったってこと、うん、って感じなんですね。その後大学とかで国際協力とか海外に関わるようなことってありました。勉強してる中でやっぱりザンビアにもう一度行きたいっていう思いが強くなってきたので、はいはいはい、大学3年生の終わりからですかね、ザンビアと、うん、あと留学したいっていう夢もあったので、うんはい、フィンランド の、 の大学に半年間の留学に行きました、はいはい、なるほど、はい、実際ザンビアではインターンをどこでされてらっしゃったんですか。栄養改善を行う日本の NGO のザンビア支部で、うんうん、日本の NGO だったんですね、はい、あ、そうです、はい、あ、そうなんだ、うん、そこで何されてらっしゃったんですか。その NGO はスピリルナっていう方があって、うんはい、すごく栄養価の高いもので、はい、日本とかでも女優さんとかが飲んでたりするらしい、マジですからしいんですけど簡単に作れるものなんですよね。で、すごく安価なので、うんうんうん、それを栄養改善に役立てようっていう活動を行っている団体で、うんうん、村のお母さんたちに協力してもらって、その後あの小さいお子さんがいるご家庭に販売したり、うんうんうん、あと学校の給食に、はい、混ぜてもらったりとかいう活動を、はい、そうなんですね、はい、行ってました。ちなみに、うん、もう販売する時って生で出すわけじゃないですよね。乾燥させて潰すんですか。こんなにして売ってたと思います、うん、は面白い。え、でも日本だったらいくらぐらいとかってあるんですか。日本だともう以外にもいろいろ入ってて高いんだと思うんですけど、うんはい、結構あのちゃんとしたサプリメントとして販売されてるのは、はい、そうなんだ。へえ、じゃあそこでインターンをして、うん、ザンビアの生活もしましたと、はい、それが終わってようやく次は大学院の生活って形になるんですかね。そうですね、はい、それで卒業して大学院に行きました、はい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 、なるほど。ちょっと大学院のお話は次の動画でお話をお伺いしようかなと思ってるんですけど、はい、その NPO の経験って自分にとって一番勉強になったこととかってありますか、うん、その NGO はあのすごく人数が少なくて、うん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 、あの日本人の上司の方一人と私とザンビアの職員の方一人と、うんうん、あとドライバーさんっていう形だったんですけど、うんうんうん、そのザンビアの職員の方が年齢が近いあのお姉さんだったんですけど、すごい素敵な方で国のことを考えて、はいはい、一生懸命国の将来のためにどう働けばいいか、どうしていけばこの国は良くなるのかっていうのを考えていらっしゃる方で、そういう方と働いてその国を良くするっていう経験がすごく自分の中で勉強になりましたね、うんうん、なるほど、そうだったんですね、はい、実際そこが初めて NPO とか NGO で働く経験だったんですもんね。そうですね、なるほど、はい、じゃあやっぱそこは総合的に見てザンビアで生活と働いているっていうところも含めて楽しかったですか、うん、すごい楽しかったです。最初スタディーツアーで2週間行った時は全然生活って感じではなかったんですけど、2ヶ
2ヶ月住んでみて、実際に週末もザンビアのいろんなところで遊びに行ったり、ザンビアの食生活を続けたりして、他の国で生活するのはすごく楽しい、自分に合ってることだなというのを感じました。なるほど。今でももちろんザンビア好きだし、時間があったら行きたいと思ってるぐらい好きだ。あ、もう、はい、もういつでも戻りたいです。あ、なるほど、ありがとうございます、はい、じゃあちょっとこれまでは国際協力に興味を持ったきっかけからザンビアでのスタディーツアーとか、大学で何をしてたのかみたいなところをお話をお伺いしたんですけど、この後留学のお話っていうところであったりだとか、大学院とかも進学されてると思うんですけど、そこのお話もお伺いできればなと思っております。わかりました。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございます。